どうもゆみっちょです。今立花岩壁に来ています。時刻は午後4時半を回ったところです。今日は大潮で満月なんですが、こういう日って釣れるもんなんでしょうか。タイドグラフを頼りにして試してみたいと思います。今回はいつもと違う餌を使ってみます。まずはマルキューさんから出ている堤防巻きスペシャル。これ手で握って海にポンと投げるだけでいいみたいです。次に使うのはヒロキューさんから出ている海速アミエビサビキ専用コマセです。結構人気みたいなので試してみたいと思います。サビキ缶はハサミみたいにパカパカ開くタイプのを使ってみたいと思います。最近こんなのも売ってるんですね。びっくりしました。あとは暗い時間帯なので、この海ホタルというものを使ってみたいと思います。これ遠投用と書いてるけど、サビキ釣りにも通用するんでしょうか。今回ちょっとした試みとしてサビキ針にも網エビをつけてみました。自分でやっといて言うのもなんですが、これってサビキ釣りで合ってるんでしょうか。風が強いんよ。の日に釣れるって聞くからやってみて。釣れる試しはないんだけど。なんか当たった。あっちゃ。なんだ。めっちゃ泳いでる、めっちゃ泳いでる。よいしょ。結構いいサイズのサバが釣れました。サバを釣り上げている間にふと見たら月が昇ってきていました。満月の月の出を海で見るのは初めてかもしれません。これ投げ落としてから巻き餌をガンガン巻いていく作戦に出よう。なんだろう。何が来た。2匹目で、やった2匹目。久しぶりにサバです。お久しぶりね。1匹目よりちっちゃいけど、サバ釣れました。だいぶ月が高くなってきているんだけどさ。満月の夜って、魚の活性が高くなるって聞いたのは、あれ嘘だったんだろうか。と言ってる間にピエリが何か釣った。何釣った。サバでしょ。サバですね。サバ釣りました。ピエリさん、お魚釣れたんですけど、なんだろうこれ。全然わかんない。はい、というわけで今回こんな感じで釣れました。結果としてはサバが8匹、あとイワシが1匹ですね。何にしようかな。竜田揚げにでもしようかなと思います。イワシはちょろっと刺身かなんかにしてつまみ食い程度にします。はい、というわけでサバは竜田揚げにしました。なんやかんや結構な量になりましたね。イワシは後でお刺身にして食べたいと思います。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。